ヒメフロは、フ呂ロ草かフ呂ロ草属に分類される一年草または、越年草。別名が、塩焼き草。茎の高さは40センチメートルほど。葉は耐性し、深く3列マイナス5列する。葉と茎が専門に覆われていて、茎と葉の端が赤みを帯びている。葉の脇から伸びた枝の先に花を1から2個つける。直径2センチメートルほどの花で、桃色の花びらが5枚あり。 開花時期は5から8月。和名は、花が小さくて可愛らしいことに由来し、別名の、塩焼き草は、匂いが塩を焼いた時のものであることに由来する。アジア、ヨーロッパ、北、アメリカなどの北半球の温帯域に広く分布する。日本では、伊吹山、鈴鹿山脈北部の両前山など、養老山地北部、四国県山の一部地域のみに分布する。 山地帯の日当たりの良い石灰岩地質に生える。姫風呂の各部のスケッチ日本では、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。岐阜県立自然公園条例により、伊吹県立自然公園の特別地域内において、採取禁止対象の植物の指定を受けている。観賞用のものが北海道と本州で帰化しているのが、確認されていて、 北海道でブルーリストの指定を受けている。昔から医者泣かせの飛躍として用いられてきた。ヒメフーロの成分にトリプターゼを抑制する作用があることが確認され、健康派だけ商品に利用されている。最野草として苗が販売されている。ありがとうございます。